はい、こんにちは、キョです。今日はね、あのいつもインスタグラムでいつもね、食事の動画じゃないか、ストーリーでね、いつもチキン食ってるストーリーを載っけてるんだけど、あれにいつもね、黄色い液体、黄色い液体をねかけてるんだけど、あれって何ですかっていう質問が多くてね、それで今動画回してます。で、これいつも通りのね、チキン、これ大体 300g ぐらいに、実はね、いつもかけてるのがこちら、マスタード。これね、以前なんかの動画でも紹介したんだけど、これマスタードね。で、成分がね、ここに書いてあるんだけど、見える？成分こんな感じ。もうね、カロリーゼロ、タンパク質ゼロ、脂質ゼロ、炭水化物ゼロっていう感じだから、まあ0キロカロリーのマスタードを、まあいつもね、ここにかけてるような感じ。マスタードね。で、やっぱりこう塩コショウだけだとね、味気ないんで、でやっぱり食べるものも限られてるから、少しでもね美味しくなるようにマスタードで、やっぱりねこれ酸味もあるんで、食べやすい、チキンがねすげえ食べやすい、これがあるだけでね。いただきます。チキン、マスタードかけチキン、これがねもうほんとうまいんだよね、マスタードのチキン。うん、うまっ、うまっ。今日のチキンはね、ボイルしました、ボイル、うまっ、うまいね。で、このマスタードって結構どこに売ってるんですかっていう質問がね来るんだけど、これは近くの日清っていうスーパーで買ってます、これは。で、あとはねネットにもあんのかな、アマゾンとかにもあった気がする、アマゾンとか楽天もあったかな、まあ、割とね割高な感じで売ってた記憶があります。あとはねコストコにあんのかな、コストコに、イエローマスタード、まあこれかなりおすすめなんでね、減量中とか使えるね商品だと思います。まあぜひ試してみてくださいって感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。